待たせいたしました。 CTC 杯第10レース S 級決勝、選手入場。1番山崎義人福島、2番佐々木勇気群馬、3番成田健二神奈川、4番芦澤達弘茨城、5番渡辺幸典福島、6番伊予の高照奈良、7番金子哲弘埼玉。以上7名によりまして第10レース間もなく発走いたします。年末3年ぶり2回目の大舞台まであと7ヶ月を切ったところで、今開催6月のシリーズとして争われました富士山バンク静岡競輪場、 F1 ガールズ開催の CTC 杯3日間の熱戦もいよいよこれがグランドフィナーレということになります。いよいよ結びの大一番、最終の第10レース S 級の決勝戦、今その時を迎えようとしています。対戦7名今バンクに登場、距離は2025m。このレースはバンク5周回によって争われていきます。それでは最終第10レース対戦メンバー、内から順にご紹介していきます。まず1番が福島の山崎義人です。2番群馬佐々木勇気、3番神奈川成田健二、4番茨城芦澤達弘、5番福島渡辺幸典、6番奈良伊予の高照、そして7番埼玉金子哲弘。以上ファイナリスト7名によって争われます最終第10レース CTC 杯争奪ファイナル S 級決勝戦です。この時間日の陰ったスタート地点、発走準備を整える各選手、今ほとんどの選手が状態を起こして発走内図を待ちます。慎重に足場を固めるのは7番車金子哲弘、当然注目されるのは実力者山崎義人対新鋭2番の佐々木勇気の戦い。ラインは二手に分かれての勝負になります。人気わずか2番の佐々木勇気、ただ実力者山崎義人も昨日は底力あるところを見せています。ライン二手の戦い、どういった展開になるんでしょうか。最後は2番車佐々木が構えて体勢完了。最終第10レースのスタート、 S 級の決勝、まず3番成田、4番の芦澤、7番の金子、この辺りが飛び出した。踏み込んだ4番の芦澤達弘、前を取るか、いや内で抵抗、3番成田健二です。成田が前を取って、ここは4番芦澤達弘が後方に控えます。7番の金子哲弘がその後ろ、前3人とは少し距離があって、6番の伊予の高照は4番手スタート、あとは5番の渡辺幸典、1番の山崎義人、福島勢がどうやら前へと上がります。現在は2番の佐々木勇気が最後方、福島コンビが前に構えていきそうで、関東勢は後ろ攻め、短期戦伊予の高照ひとまず最後方でしょうか。3コーナーから4コーナーです。少し前取り争いやりましたが、成田健二がここは競り勝っています。ここで福島コンビを迎え入れて、1番の山崎義人正攻法、マークは同県5番の渡辺幸典です。特選組の2人がタッグを組んで福島勢、3番成田健二がこの3番手に的を絞っていきました。ここで短期戦6番の伊予野が追い上げて切れ目の4番手に上げました。近畿ただ1人の勝ち上がり、6番の伊予野高照はラインの切れ目、したがって関東3人後方待機で2番の佐々木勇気5番手から、マークは7番の金子哲弘が取って、折り合ってラインの3番手が4番の芦澤達弘です。2周目バックラインを迎えるところで、体勢は縦1本、二手に展開は分かれています。まず前に構えたのが1番車山崎義人、昨日の準決勝はあっと驚く先行勝負、金子との駆け引きの中で先行を取る形になりましたが、それでも上がり11秒後にまとめて2車身差の逃げ切り、さすがに底力上がるところを示しています。連日切れ味が光るのはこの人、5番の渡辺幸典、初日も直線遅めの追い込みから山崎義人と2着同着に持ち込んでいました。ベテランの味がある3番車成田健二がこのラインの3番手、短期戦6番の伊予の高照は当然ここは密かに一発を狙う存在、後ろ攻め2番の佐々木勇気、前から5番手、連日1番時計の快速まくりを披露していますが、後ろ攻めからどう戦うか、その佐々木マークは自力もある7番の金子哲弘、ライン3番手で折り合ったのが4番の芦澤達弘、自力2人をまとめまして、ここは関東3人で折り合っています。さあ2センターから4コーナー、まず1つの勝負どころ、赤マンホームに入ります。少し向かい風が流れる静岡競輪場ですが、さあこの辺り2番車佐々木が動いた、赤番のホームでやはり動きます。前で引きつけながら山崎義人ですが、さあ軌道型2人並んでいった、さあ山崎が一旦突っ張った、これを見て佐々木は番手を下げています。昨日も逃げ切りがあった山崎義人、ここは突っ張っています。さあ佐々木はここは油断できませんが、出足には定評がある佐々木、一旦5番手でためを作ります。
さあジャンが入って山崎が一旦佐々木を突っ張れるが、3コーナーからやはりいった佐々木由紀、渾身の巻き返し、山崎も応戦しますがピッチャー上がって4コーナーから直線、どうやら佐々木が取れる、おっと番手金子が阻まれた。さあ渡辺の好アシストでしたが、口が開いて2番の佐々木由紀から7番の金子が自力を追い上げていく。山崎由紀とは現在3番手内詰まり、ちょっと前は混戦状態、後方からは3どうでしょうか、最後方から6番の伊予野が仕掛けて最終バックだ。さあ先行は2番の佐々木、2番手はサイド7番の金子がドッキング、4番明日は3番手、後方からまくるまくる伊予野高手のまくり返し、4コーナー回ります。さあ佐々木先頭ですが、短期戦伊予野の一発が決まるか、しかしまだ佐々木も踏ん張った、2の佐々木が踏ん張ってゴール押し切った、佐々木勇気強靭な2枚越し、最後は展開を割って4番明日達弘がゴール前を追い込んでいましたが、短期最高峰から一発かけようという伊予野高輝、見せ場たっぷりでした。一発を狙っていた伊予野高輝、バックでは存在感発揮、あるいはまくりきるかという勢い、ただ佐々木勇気もう一つ冷静でした。バック当たりで少し後ろを振り返りまして、この気配を察知したかのようにもう一度踏み直し、2枚越しを放って佐々木勇気、今日は逃げて粘り越しでやりました。叩かれた山崎義人は結局後方で不発、展開的には関東勢でしたが、勝ったのは2番の佐々木勇気、堂々の逃げ切り勝ち。混戦状態の中でしたが、佐々木勇気冷静に運んで、ここは快勝3連勝です。2着には最後展開を割って4番の芦田達弘が追い込んだか、見せ場たっぷりの6番車伊予野高輝、もともとは静岡出身、あわやという一発を決めていこうと言ってたんですが、一歩届かず、ここは2着争いの一角、勝ったのは2番の佐々木勇気、これは堂々の逃げ切り勝ちを見事、前々回の大宮に続き早くも S 級4回目は全て完全優勝、通算22回目、お見事な優勝ゴールでした。最終10レース S 級の決勝決定までは今しばらくお待ちください。さあ残り2周、赤間を通過、最後方からまず今井が動いたか、今井がまず先に動いていこうという展開ですが、まだ誘導が残っています。まもなく2コーナーからバック、ジャン前、これを制するように猪俣光一も動いてくるか、しかし短期動いた今井聡、反応していく猪俣光一が飛びついていく。さあここで抑え切ったのは今井聡、追い上げた猪俣が2番手に上がった。今日は松坂悠然と車を下げていますが、今度は最後方から大関雄也も叩いていこうという展開、いや大関はここは4番手か、松坂雄介ちょっとここに絡まれてしまって、さあ前が壁になった松坂雄介、しかし並走から大関雄也が短期飛ばしていく、一気にかましたのは3番車大関、大関の短期かまし、ここにまた反応した2番の猪俣が後位2番手、あとは6番の田中、叩かれた今井と絡んで2コーナーからバック、ようやく5番手から松坂雄介まくり返します。先頭大関雄也、車間がいた2番の猪俣を捉えて4番の松坂、さらに前に迫る先頭大関を捉え切る4番の松坂雄介、後ろは落合達彦、さらに三沢泰と本線抜け出して直線コース、振り切るか4番松坂、先頭松坂雄介快勝、ゴール完全 V。 これに合わせて中島聡美も早くも動いていく。さあ後ろの3人早くも動いていった。残り2周を切るところで中島聡美がぐいぐいと前に動いていきます。後ろに乗っていく5番の高木馬、少し絡められましたが、外目6番の佐々木愛も仕掛けを図るか。さあ早くも前に並んだ4番の中島、一旦加瀬かな子を抑えます。2コーナーからバック、後ろは5番の高木と6番佐々木が並走、外から6番の佐々木が踏み込んだ。さあジャンで抑えていった6番の佐々木彩、2番手中島さとみに3番手高木馬、4番手に早くも小林理子が追い上げている。3番の清水は終始これを見る格好、加瀬かな子が後方に待っている。最後方2番の大谷アンナですが、ここで加瀬が踏み込んだ、合わせて小林理子、仕掛け合いの展開ですが前は譲らない、佐々木彩が強気の先行、しかし巻き返す加瀬がぐいぐいと迫っていく。さあここで加瀬かな子前を捉えるか、2コーナーからバック、小林理子は完全に前が壁、さあ先まくり抜けたのは7番車加瀬かな子、後ろに切り替える中島さとみ、ようやく小林理子は3番手に切り抜けた。さあ先頭を抜けた加瀬かな子、後ろから中島さとみですが、縦に踏んだ小林届くかどうか、4コーナーから直線、さあ踏ん張った加瀬かな子先頭、加瀬かな子先頭、しかし好展開は4番車中島さとみが捉えてゴール、中島さとみです、快勝。さあ今残り2周、赤番を通過したところで、すっと3番車針野が前を抑えていく。即席タッグの2人が前に出て切り替えていく6番の佐藤正春が早くも動いていった。さあ北日本勢が反撃、どうやら北日本勢が前を切った、今日疲れた針野が後方下がったところ、逃さず7番車菊池俊太郎が出ます。さあジャンから叩いて7番の菊池俊太郎、難関の3人が飛び出していきました。やや出遅れた針野構成も懸命に巻き返していきますが、4コーナー回って菊池俊太郎このままかけます、中段がもつれた、針野構成外へそ苦しい展開になっている、中段に潜り込んだ
のは6番の佐藤、外張りの構成はちょっと苦しい。2コーナーからバックへ入って、この間に逃げるのは7番車菊池俊太郎です。菊池が3日間バックを取ります。2番手1番の渡辺春友、3番手石崎明朗、がっちりと難関勢。しかしもう一度3番車張野の巻き返し、さあ張野が強烈な回転でまくり返す。番手渡辺が軽く張って4コーナー回ります。しかしまだ張野が抵抗、さあ番手から合わせて渡辺春友、しかし外から3番車張野構成が捉え切った。2着争いは1番の渡辺か4番河野か。赤番ホーム、今残り2周を迎えます。さあ池野が必要に千葉コンビを抑えていく。今野を封じ込んで池野健太、ここはタイミングよく出ようという構えでしょうか。まだ前で待っているのは2番の荻原直人ですが、中段が並走、ジャン前の2コーナーカーブです。さあジャン前の攻防、まだ中段が並走、どうでしょうか。池野健太がここで踏み込んだか。さあジャン前でやはり動きます。池野健太、ジャン前を抑え先行、早くも今野も仕掛けていく。さあ今野も巻き返しが早いが、池野健太が当然突っ張っていく。ここはハイペースの流れ、追い上げた今野は、今度は2番手に追い上げまくか。森川大輔に攻め込んでいくか、いやもう一度ここは踏み込んでいった。はこれは激しいもがき合いになった。サイドバイサイド1コーナーカーブ。さあ池野健太と今野俊明のもがき合い、後ろから3番車成木が早くも立ててまくっていきます。2コーナーからバック、さあ一気に踊り出る成木雄隆が前に出ました。1番の朝倉が2番手ですが、ここに反応した7番の五日市誠が切り替えています。五日市が3番手、後ろは2番の荻原、4コーナー回ります。その五日市が今度は外から強襲、先頭3番成木を捉える、7番の五日市誠ゴール、五日市誠快勝。2着争いは2番の荻原か、粘った3番の成木か。小島が赤番から動いています。さあここはしっかりと抑えようという感じか、きちっと抑え込もうという1番手は小島。ただここは真由紀、飯田も突っ張っていきます。さあ駆け引きの中で飯田健二が一旦突っ張った。小島啓二は再度番手を下げますが、ためを作ってもう一度仕掛けた、二の足でいった小島啓二、ジャンマイからスパート。さあ飯田はここはちょっと合わせきれないか、小島啓二が飛び出していきました。さあ小島がジャンから先行だ。小島の先行に飯田健二、たまらず後方に下げた。飯田健二は結局5番手まくり展開で最終ホーム、もうピッチが上がっています。さあ小島啓二怒涛の先行策、2番手7番の宮越好展開になっています。中近の4人が流れ込んで、さあ5番手飯田健二逆転なるかどうか。2コーナーからバックへ入ります。さあ長い距離で先行している1番の小島、車間を切って7番の宮越がこれをアシストしています。さあまだ飯田健二は5番手仕掛けないか、3コーナーからようやく前に踏み込んでいくか。先頭小島もかかっているぞ。さあいいかかりの小島、好展開宮越、ここで踏み込んで直線コース。さあ小島に引っ張られて7番の宮越が抜け出す。宮越浩二ゴール、2着5番の佐藤渡です。結局ラインで突き抜け。レースは今残り2周、赤番のホームを通過しています。少し体勢は変わりましたが、依然前は7番の田中千尋が構えています。2番手3番の美濃のマリに代わって6番の寺井絵里香は3番手、後ろには2番の白井美佐子と4番の門脇真由が終始追走。あとは1番の布光、後ろから2番手に5番の荒井美奈が最後方。2コーナーから向こう上面、まもなく誘導が外れます。さあ那生が入って、まず7番の田中千尋がペースを作ります。スローな流れで3コーナーから4コーナー、後続どうでしょう。1番布井が動いた、布井が後方から一気にかまそうという展開か。さあ一気にダッシュをかけた布井光、飛び出していく。ここに反応した7番の田中がうまく2番手ですが、ここでちょっと口が開いた。さあ先頭は1番の布井、このままかけるか。大釜市の点出ました。3写真から4写真、布井光の大逃げです。2番手懸命に7番の田中千尋、その後外目3番の美濃黙りが追い上げる。2コーナーからバック、寺井は完全に打ち詰まり、最終バックに入って布井が先行、差を詰める3番車美濃黙、どうやらこれはトレにかかる。後ろの2番の白井美佐子を乗っていった。さらには4番の門脇真由美、さあ美濃だと白井、あとは門脇と抜けて4コーナーから直線。さあ踏ん張るか、美濃だまり先頭ですが、好展開は2番車白井美佐子が差し込んだ。白井美佐子ゴール、差し切った。2着3番の美濃だか4番の門脇か。さあ踏み込んだのは2番の大畑、赤番から仕掛けています。斉藤はどうする、どうやらすんなりと番手を下げていくか。さあ関東勢が抑え切って、斉藤はすんなりと番手を下げていきます。誘導が外れてジャン前の2コーナー、大畑勇気が一旦前に出ています。短期石田が切り替えて斉藤武人は5番手、前後夫人が入れ替わっています。さあペースを作ります大畑勇気、後続を引きつけます斉藤武人、ここは得意のパターンに持ち込んでいくか。
ジャンの3コーナーから4コーナー、もうここから行きます。斉藤武と3コーナーから一気の仕掛け、もちろん大畑も合わせて、まもなくレースは最終周回、もがき合って大畑勇気と斉藤武とですが、どうやら斉藤の勢いがいい、一気に叩き切る。番手は1番の高橋ですが、3番手に2番車大畑がはまります。さあ地元コンビが抜け出して1コーナーから2コーナー、斉藤武とと高橋龍太、人気本線飛び出していった。三車審相手2番の大畑懸命に食い下がりますが、最終バックを通過、地元コンビが飛び出している。あとは後ろから3番の石田博樹が6番手あたりからまくりを組み、しかしまだ前とは遠い距離です。4コーナー回ります。さあ先頭斉藤から捉えるか、1番の高橋龍太、高橋龍太が差し込んできた。あとは2着どうか、7番の斉藤か、あるいは5番の小田倉。まず動いた地元で大沼孝之がまず注文をつけていく。さあカバン杉、ここで眉毛下も応戦突っ張っていきます。さあ千田が突っ張っていきますが、少し中段以下混戦状態。6番車芝がバンクを降りて中段を抑えようという感じか。しかしここで息が合わなかった。大沼孝之は短期で動いた。芝は後方に下がってしまいました。さあ大沼もちょっとバックを踏む格好で終始突っ張っている4番の千田栄治。マークは3番の川上が続いています。再度中段に追い上げた1番の上田潤が3番手をキープ。7番の藤永が続いています。難関勢は完全に連携が乱れて2番の須藤が切り替えています。大沼孝之最後方、最終ホームを通過しています。一旦流し気味、千田栄治がペースハイムを取っている。1コーナーから2コーナー、ここでグッとペースが上がった。先頭4番の千田、ライン2車でかけていきます。マーク3番の川上でバックに入っている。3番手から上田潤、ここは縦の勝負、バックからまくっていきます。さあ番手川上ちょっと合わせきれないか、反応できない3番の川上を捉えて1番の上田潤、今度は前を捉えた。さあ上田潤と藤縄陽介、中近勢抜け出し直線コース、抜けた1番の上田潤快勝だ。2着7番の藤縄です。3着争いは踏ん張ったか4番の土田。今残り2周800を切ります。さあ少し揺さぶりをかけるように長田龍拳が上がっていく。前で渡辺一旦突っ張るか、誘導外れて1コーナーから2コーナー、ここで少し2人が見合った。渡辺雅人がどうやら一旦突っ張って、長田龍拳が一旦番手を下げています。渡辺雅人がまずはペースを作って、長田が4番手。今打掌が入りました。まずこの2人の駆け引きですが、まだスローな流れ、渡辺雅人がゆったりとして流しています。マークは5番の佐々木健二、ためを作った長田龍拳、どこから仕掛けるか。4コーナーから踏み返す、どうやらホームから行きます。2番の長田龍拳、前で渡辺雅人が応戦して最終ホーム、しかしこれはもうスピードが違う。あっさりと長田龍拳、今日はホームからかましての先行です。叩き返した2番の長田龍拳にマーク陣しっかり続いた。3番の辰巳に4番小西、2コーナーからバックへ入ります。叩かれた渡辺、やや口が開いての4番手。さあ前の3人と後ろの3人、完全に分かれて最終3コーナー回っていきます。さあ長田龍拳、あとは粘り勝負、番手辰巳に、あとは4番の小西よしき、4コーナーから直線。さあ踏ん張った長田龍拳ですが、番手辰巳が食い下がる。しかし振り切った2番の長田龍拳です。さすがにこのクラスでは負けられない。